はい、それではただいまから定例記者会見を始めます。本日の発表事項は4件でございます。市長より一括してご説明申し上げます。はい、おはようございます。それでは私から4件発表させていただきます。まず1件目はですね、夜間休日急病センターで、休日の小児科診療が始まるというお知らせです。まあ、本日ではですね、従前より夜間急病診療所というのを設けておりましたが、この7月から夜間休日急病センターという形で、模様替えをいたしました。まあ、休日が入ったんですね。これはなぜこうなったかというと、休日に小児科の診療をやるようにいたしました。で、小児科の現状を申し上げますと、本市では、小児科の、休日当番医制度を敷いているんですが、小児科の医者の、減少とか、あるいは高齢化に伴ってですね、休日に当番医に参加いただける診療機関というのがこのように減ってきておりました。そして、昨年は当番を組めないという、日もあったわけであります。まあ、一方でですね、小児科医の平均当番回数を見てると、こうやって減ってる分だけですね、年間の回数は非常に多くて5回6回という数になっています。これは他の内科とか外科に比べると、3倍ぐらいの多さということで、小児科医にかかる負担が大きくなっているわけです。本市の場合、休日の当番をですね、小児科は小児科で、できる限り独立させようという方針で取り組んでいます。他の大きな市でもですね、意外とやっぱり小児科は少ないので、小児科と内科を一緒にして当番院を作ったりしているケースもあるんですが、できる限り小児科を独立させてやっていきたいというふうに思っています。それから、小児科の、休日当番院の場合のですね、平均受診者の数というのは、1日あたり94人と、これ令和5年度ですけども、大体内科の2倍になっております。ですから、小児科の当番医はですね、本当にこの休日の、負担が非常に大きくて、私も知り合いの医者などもですね、お昼休みなども取れないで診療してるなっていう話も伺ったりもしています。こうした中で、本市ではオンライン診療も確保しながら、活用しながらですね、小児科のやっぱり対面の医療による、救急体制を、敷いていきたいということで、この7月から、県外から小児科医を確保してですね、この、急病センターで月2回、小児科を開設するという形にいたしました。これによりまして、開設後の産科医療機関の当番回数は3回から4回という形で、若干ながら負担が減少するという形になります。なおですね、今13ですけども、市の方で小児科医の開設に対する補助金を設けております。それでもうすでに2つの医療機関が新設をされ、そして、さらにプラス3つ、予定がされております。その医療機関にはいずれ落ち着いたらこちらの方にも参加いただこうというふうに思っておりますが、現状はこういうような状況になっております。で、この、休日のですね、診療でありますが、このセンターで開設するのは第2、第4の日曜日でありまして、それぞれ診療時間、受付時間はこのようになっております。体制はですね、通常は医師1名、そして看護師3名、事務職3名という対応をいたしますが、インフルエンザなどが流行る時期に関してはですね、それぞれ1名増やして体制を充実していきたいというふうに思っています。ちなみにこのような体制を取ると7月どうなるかというと、ご覧の通りですね、第1、それから祝日、それから第3の日曜日は
ご覧の通りの、クリニックで、実施をいただきまして、第2、第4は急病センターという形になります。そして、この開設に先立ってですね、明日、12日の3時半から、開設セレモニーを行います。私と、医師会長で、オープニングを、させていただきたいというふうに思っております。まあ、取材等もお受けいたしますので、ぜひおいでいただければと思います。で、なおですね、我々としてもできる限り、診療体制は強化してまいりますが、やはり、休日に便利だからと、あるいはその混んでないからということでですね、受診が殺到いたしますと、本当に医療機関の負担が大きくて、もうこれ以上は休日の、当番に参加できないということで、まあ、ある意味では医療崩壊を招いてく可能性があるわけですね。ですから市民の皆さんも便利だからと言うんではなくて、ぜひ適正な受診、基本的にはその通常の診療時間で、でやはり緊急性のある時にこの、休日のですね、体制をご利用いただきたいというふうに思っております。1点目は以上であります。続いて2点目です。企業向けの外国人材活用ファーストステップ相談窓口を設置しますということであります。ご承知のように人手不足が深刻になっておりまして、外国人の活用をしていかないとですね、なかなか人手が確保できないという実態になっています。まあ、しかしながら本市の場合、まだ外国人を雇用するというのが、まあ、十分進んでいない、あるいは意識もまだ低い状況にありますので、まあ、今回、その外国人材を活用するにはどのように取り組んだらいいか、あるいは制度はどうなっているのかというような、状況、情報を提供して、外国人材の活用促進を図っていきたいというふうに思っております。合わせて、セミナーを開催して企業の意識と知識を醸成してまいりたいというふうに思います。これをご覧いただきたいんですけども、これは昨年1月1日、古いですけども、そこにおける、人口に占める、外国人の割合なんですね。全国平均でいうと 2.387% です。それに対して福島県は 0.858% ということで、まあ、下から9番目、全国39位という状況になっています。先日、福島県も 1% を超えたという報道があって、今増えている状況でありますが、まあ、ただこの相対的な位置づけとしてはあまり変わってないんだろうと思っております。そうした中で、市別に見るとですね、中核市で見ると、まあ、ご覧の通りですね、いわき市、郡山市は、まあ、それなりに現在は 1.036 あるいは 1.027% という形で 1% を超えた水準にあるわけですが、福島市の場合は 0.839 ということで、まあ、県下平均よりもですね、まあ、低いような実は状況になっています。まあ、その点ではまだ本市における、外国人材のですね、活用に対する意識が企業の中では十分、醸成されていないというふうに考えています。まあ、そのためこういった状況が続けばですね、人材確保がますます進まなくて、事業自体が落ち込んでいく、場合によっては閉鎖をしていくということにもなりかねませんので、企業における外国人材確保のですね、サポートをしていこうというふうに考えています。で、外国人材の活用のメリットは何かといえばですね、こちらにあるように優秀な人材の確保、社内の活性化、組織の成長、そしてまた海外進出、まあ、いろんな面があろうかと思います。まあ、しかし本当に企業さんからすると何から始めていいかわからない、あるいはいろんな在留資格があって制度が複雑でわからない、まあ、こんな声が聞こえるわけです。まあ、そのために、市のファーストステップ相談窓口でですね、生活支援に関する相談とか、あるいは、相談窓口をお知らせするとか、外国人材活用の必要性に関する、セミナーイベント支援制度の情報提供をまず行います。あるいは相談対応で、
手続きの流れの一般的な説明をしたり、専門の相談機関を案内するといったような対応をして、まあ、まずは窓口になっていこうというふうに考えています。それから、外国人セミナーではですね、今後基本編から実践編まで計3回開催をします。ステップ1の基本編では、基本的な制度、活用する際の留意点、あるいは定着活躍のポイント、ステップ2の実践編では、実際に外国人材を受け入れる際の流れ、あるいは、外国人労働者の特徴や受け入れの際の注意点などを、お知らせします。ステップ3は、まあ、特に外国人材を必要としている介護の事業所における実践編で、外国人介護士のメリットとか、介護現場における定着のポイントを、お知らせする予定であります。はい、なおですね、福島市では外国人の、まあ、居場所として、マックス3階に、多文化共生センターなユイバースというのを設けまして、まあ、外国人の皆様に、お使いいただいて、まあ、日本人との交流も進めていただいている状況にあります。2つ目は以上です。続いて3つ目です。窓口の DX が今進んでおりますが、改めて、というかですね、さらにこれを推進するためにですね、市民と職員で、その DX 化した窓口を体験してもらって、その、体験の状況を見てさらなる窓口 DX を進めようということで、今回窓口事業体験調査を行います。7月の19日には実際の体験調査、それとワークショップ、そしてこれを踏まえた形でですね、報告会を実施いたします。まあ、こんな感じですね。はい。で、まあ、今回の調査にあたってはですね、学生さんとか若い人でいろいろとこの地域に貢献をしたいという人に登録いただいているコクリナビというのがあります。まあ、こちらの協力をいただいて、そして若い目線からですね、今回の、体験調査を、やっていただきたいというふうに考えております。参加予定者は今申し上げた通り、コクリナビの申しからの申し込み者で、我々としてこれから参加を働きかけてまいります。それから、福島田園中枢都市圏の、厚生市町村にも、参加を、募ってまいります。それから外部派遣アドバイザーとして、デジタル庁窓口 PPR アドバイザーの、深谷市の斉藤理恵さんとおっしゃるんですかね、こちらの方にお願いをしております。でなおですね、この体験調査はメディアの皆さんもお時間ありましたら実際に体験いただいて、我々に感想等をお知らせいただけると助かりますので、ご希望の方は、お知らせいただきたいというふうに思います。はい、続いて、4点目になります。月のワグマの出没特別警報が発令中でありまして、クマ防災教室を開催するというものであります。開催はですね、8月4日の日曜日、午前10時から11時半まで、アクティブシニアセンターの青瀬で、開催をいたします。講師は、専門家の望月翔太先生にお願いをしております。申し込み方法は、オンライン申請ということが基本でありますので、こちらからお申し込みをいただきたいというふうに思います。でなおですね、まあ、今回50名でありますので、先着順です。まあ、受けたい方で受けられない方も出てまいりますので、その辺は後日YouTube で配信をして皆さんに体験いただこうというふうに考えております。で、月のワグマの出没状況ですけども、まあ福島市内でも出没されておりまして、まあ、現在は、6月末現在で、25件ということで、まあ、前年の36件に比べるとですね、やや少ない、状況ではありますけれども、県内全体で見れば、過去最高だった、昨年度を上回るペースで、
今、出没しています。6月末現在で申し上げますと、令和5年が216件に対して、令和6年は302件ということでありますから、まあ、1.5 倍に増えているという状況であります。そして、先月には熊による人身被害も、北方市や会津美里町で発生しておりますし、ツキノワグマ出没特別注意報がですね、中通りと会津地方で発生されているという状況であります。まあ、熊の被害からですね、身を守るためにも、まあ、こういった教室を、受講いただければというふうに思っております。でなおですね、その他の市の対策、次 の、 2ページ目の最後に記載しております。まあ、一つは住マップでですね、いつどこで出没したかというのが分かるようになっております。それから、目撃情報があった場合はですね、学校や幼稚園保育所などに情報を提供すると。それから今回も YouTube 配信しますけど、ツキノワグマの生態とか、ツキノワグマから身を守るためにといったようなタイトルで YouTube 配信を行っております。これはかなりの数見られておりまして、まあ、特にショート動画などはですね、気軽なせいか、多くの皆さんに、視聴いただいています。まあ、今回のに限らず、既存のものもですね、福島市の公式 YouTube からご覧いただければというふうに考えております。まあ、その他アドバイザーの助言をいただきまして、ツキノワグマを寄せ付けない地域づくりを、まあ、支援しております。まあ、今回のこういった、教室を機にですね、さらにツキノワグマへの対応方法が広がることを、まあ、期待しております。私からは以上です。それではただいまの発表事項について質問を受け付けたいと思います。質問のある方は挙手の上、発言をお願いいたします。はい、読売さんお願いします。読売新聞の中村です。本日はありがとうございます。はい、3点質問させていただきます。はい、最初の2点が、1つ目の夜間急病センターなんですけども、はい、1つ目がなぜ、減少しているのか、何かこう理由みたいなものを市の方で捉えていらっしゃったら教えていただきたいのが1つで、もう1つが今まで減少というのはこれですね。あ、そうです。当番医の方、はい、小児科医の方の減少について、はい、何か、理由のようなものを把握されていれば。で、2点目が今までの体制について、昨年の10月からこういった状況を踏まえてオンライン診療も行っていらっしゃるということは把握してるんですけども、はい、何か今までの体制としてこれに対して取り組んできたことがあればお伺いしたいです。で、最後が、外国人材の、はい、相談窓口についてなんですけど、先ほども少しご説明がありましたが、ステップ3で、介護事務所の実践編ということであると思うんですけども、特に介護っていうところで外国人材が必要とされているとかっていうのを示すような数字だったりとか、市の方で捉えている統計だとか元にしたデータなどあれば、教えていただきたいです。はい、まず小児科が少ないというのはですね、これ全国的な現象で、今の医療界における非常に大きな問題なわけでして、まあ、それは小児科の場合かなり手間がかかります。やっぱりお子さん扱いますんでね。それで、まあ、経済的な面で言えば1件あたりの時間もかかる割には診療報酬が安いとか、そういった面もあるでしょうし、それから医療事故なんかの心配も出てくるわけですね。それからさらに、子どもが非常に減少している中ですから、やっぱりお医者さんとしても、今後小児科をやっていってどうなのかというのも当然あろうかと思います。まあ、こういった、問題もあって、まず小児科医が自体が減少しているわけです。それから小児科医の中で、まあ、本市における小児科のお医者さんというのはこれよりももっと多くの数がいらっしゃるわけですけども、やっぱりこの休日当番というのはですね、それなりにやっぱ負担が大きい。でさらに小児科のお医者さんがかなり高齢化してるんです。ですから高齢化してる中なんで、まあ、
正直言えば休日の診療まで体が持たないといったこともあって、休日当番に参加される方が減少しているということなんですね。で、特にさらにそのきついというのがまさにここに現れている数字でありまして、休みの日に受診される方が非常に多いんですよ。私も近くに小児科があるんで、日曜日に歩いた時なんかを見るんですけど、もう車がずらーっともう並んでるんですね。ですから、こういった面からやっぱり非常に負担が大きいということで、小児科の休日当番から離脱される方が増える、あるいは参加される方が増えないという現象にあるわけです。はい。で、そういった中で昨年は当番組めないということになってしまいました。で、それに対してオンライン診療をかませてですね、なんとか維持をしたわけです。で、ただただというかオンライン診療自体は若い方々は割と慣れてますんで、それらに受け入れられたというふうに認識はしてますけども、とはいえオンラインよりやはり対面診療というのがやはり安心されるでしょうし、我々も子育て不安をできるだけ解消していく上でもですね、そういった面で充実をさせていきたいということで、今回立ち行きから小児科医を確保して、そして場所もですね、もう一定の場所で、市の、施設を使ってですね、診療体制を組むことにしたわけであります。それと先ほども言ったように、小児科の少ないのに対しては内科と一緒になってこう対応しているケースがあるんですね。ただ実際は内科専門の方が小児科の子どもさんが来てもやっぱり、お互いに不安だという面があったりしますんで、本市ではできるだけ小児科という旗を立ててですね、こういった体制を組んでいきたいというふうに考えています。それから、介護の件ですけども、介護人材は割とこれまでも外国人の方が、参入されてきたという経緯があります。で、ちょっと今数字的なものは私持ち合わせていませんが、これまでもそういった形で、介護現場というのは、外国人の皆さんにこう助けていただいてきたというか、あるいはその研修の場になってきましたので、その点では受け入れやすい職場の一つだろうというふうに思っています。そして、今もですね、介護に関しては非常に人材が少ない状況にありますので、その点ではより外国人の採用を円滑に進めるために、今回、特別枠としてステップ3を設けるということにいたしました。はい、他に質問がある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。民放さんお願いします。福島民放の村田と申します。はい、夜間休日急病センターの関係で2点お伺いだったんですが、はい、診療体制県外からお医者さん1人、はい、確保するということだったんですが、この方は毎月第2第4同じ方が担当される？はい、基本的にそうです。仙台から参りますんで、その点では近いですし、はい、ありがとうございます。もう一点なんですが、適正受診の呼びかけ先ほどもありましたけども、はい、やはりこういったなかなか適正ではないと見られるその受診をされる方が一定数いらっしゃるっていうのも、やはり受診者数が多いっていうのも背景にはあると考えてよろしいんでしょうか？そう考えています。ですからやっぱりこういった体制をですね、維持していくためにもやっぱり、受診者の皆さんにもですね、ご協力をいただかないと体制続けられませんので、そこはぜひ便利だからといって気軽に、いわゆるコンビニ受診のような形ではなくてですね、本当に必要な時に、ご利用いただくという形にしていただきたいと思っています。ありがとうございます。はい、他にご質問ある方いらっしゃいますか？
よろしいでしょうか。はい、それでは、内容であれば、発表事項以外で皆様の方から質問を受け付けたいと思います。質問のある方いらっしゃいましたら、挙手の方をお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、はい、それでは以上をもちまして定例記者会見を終了いたします。本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。